一郎さんのこれ昭和56年12月12日って日付書いてある。全然新しくないけどね、劣化してないんだね。貸切露天風呂があるね。初めて見た。林家こん平さん、1984年だった。あ、昼間になるの、昼間にな。これなんだろう。東京オリンピックが1964年。本当にかかってるレンジャーに出てきて。漫画道場に出てた人、来てないだろうな、とりあえず。
二玉炭酸山形ロケ。石井福子昭和43年。古いね。うん、あ、そっかそっか。すごいね、全然お皿が劣化してないもん。すごいね、こよ焼きっていうのが。うん、ちょっと何年かちょっと前に。